こんにちは、リボンサイクルのタカです。今日は、大阪のサイクリストならまず初めにトライするであろう坂、清滝峠を紹介していきたいと思います。で、ストラバによるとこの清滝峠は距離が 3.28 キロ。 3.28 キロ、それって長いですか？まあ、まずですね、まあ、どちらかというと短い方かもしれません。で、標高差が204ですね、204メートル。平均勾配が 6.2% となってるんですけど、最後の方が、結構平坦なので、ここを省くともう少しきついのかもしれません。はい、じゃあ行ってみますか。はい。はい、ここが清滝峠のスタートです。今から登っていきます。清滝峠は序盤が結構しんどいですね。で、右に曲がります。豊かですね。急に斜度がここで上がります。 2.5 6.2。 9.7。 もう10番まで行くとかなりの雪坂になるかなと思います。もう右です。ここはちょっと車との合流なので、十分に気をつけてください。と、最初の信号が見えてきました。はい、ここは、今信号待ちです。これ何個信号あるんですか？これは、こことあともう一つあるんですけど、それはもうゴールなので、ここの信号さえ守ればっていうところなので。あ、そうなん。割とその市外だと信号多くて、平均時速とか、まあ、漕ぎ続けることが難しいんですけど、清滝はこの1個だけなので、運よくここを青信号で渡れればいいタイムになってますよ。いいタイムが出ると思います。はい、行きましょう。ね、信号を越えたこの辺りちょっと路肩、ガタガタするので気をつけてください。はい、ここホテルですね。この清滝の中では割と一つの、あ、ホテルまで来た、あと半分ちょっとっていうぐらいの感じですね。半分ちょっと。どこなんだ。次に大きく右カーブするとこあるんですけど、そこがちょうど半分ぐらいかなと思います。ここで、まあ、さっきまで 8% ぐらいの坂だったんですけど、一旦緩んで、この辺りは、3% ぐらいかな。先ほど言ってた右カーブが近づいてきました。ここからも坂が楽になるんで、まあ体力残ってるならちょっとギアを重くしていきましょう。路肩とかに結構ゴミが落ちてるので踏んじゃわないように気をつけていきます。ここ2つ目のカーブ、
ここはここはもう2つ目のカーブですね。全部で4つあるのかな。これが3つ目ですね。いや、5つあるんじゃないかな、これ。この旧滝峠の1本南に半田道路っていうのがあるんですけど、8号線なんですけど、そっちの方はかなり車優先な感じで、実際ロードバイクに登っていくと怖いです。多分走行禁止なわけじゃないんですけど、歩行者とか歩道がないので、走り屋の方とか結構おらせるので飛ばしていきます。これが4つ目かな。日が上がってきました。お、見えた。民家が見えたので、ここでほぼ坂は終わりです。このカーブ曲がるとゴールの信号が見えます。見えました。よし、ちょっとギアを上げておこう。しんどい。はいはい。いや。疲れた。そうですね。結構なんだかんだ疲れましたね。途中止まって撮ったりするんで。まあでも大阪の中ではかなりポピュラーで楽な峠なのかなと思います。まあここ自体はどっちかというと、まあこの峠が目標じゃなくて奈良に抜けるルートなので、まああんまり頑張りすぎると後半疲れてくるのかなと思うんで、こんな感じです。話長。清滝峠の映えスポットに着きました。清滝峠のゴールは展望台も何もないので、この看板が唯一の映えスポットになります。